こんにちは、はい、豊さん、はい、どこよりもキャンプのメンバーが例えば新外国人であったりフレッシュな選手が多いのがやっぱり中日、まあ、そりゃそうだよな、はい、オフはあれだけ動いたからね、そ う, まあ、そうなるわな、はい、そんな中でやっぱ熾烈な争いと言われているのが内野手、はい、セカンド、ショート争いもその一つと言われているんですけれども、はい、そこでルーキーの注目されているのが村松選手と田中選手、二遊間、羨ましいよな、いきなりもうだってそこら辺ポジション空いてんだもん、そうなんですよいやだから争えるだけいいよな、はい、だからそれ幸せな争いだと思って頑張らないとね、そうなんですよね、必ずいい先輩がいて、うわこの先輩抜かなきゃいけないのかっていうようなさ、はい、そういう人がいないわけだから今のところセカンドにはね、そうですね、ちょっとショートには土田選手が、まあ、はいはい、昨シーズンからいましたけれども、はいはい、立浪監督曰く村松選手は基本的にセカンド1本で、はい、で田中選手はセカンドとショート両方で考えていると、まあ、できるよな、豊さんちょっとあの見ていてどういうイメージを、うん、まあ、田中はね、はい、足の運びフットワークがいいね、うーん、まあ、足が速いだけに、はい、細かいステップとかいろんなものが使えるわ、はい、ボールに対してもうまい入り方するし、はい、そつがないというかね、うん、足が動かなくなったら取れなくなるけども、はい、まあ、足が動いてる以上は、まあ、ミスは少ない選手だと思うよ、おでセカンド今空いているだけに、ただ村松と競り合ってるんでしょ、そうです、で村松は監督が言うようにね、やっぱセカンド1本でっていうのは分かるわ、はい、うん、まあ、やっぱフットワークが田中と比べるとセカンド向きというかさ、はい、ちょっとゆっくりしてるというか、あ、はい、セカンドってさポジションどう考えるかっていうとさ、絶対ミスしちゃいけないポジションなんだよ、はい、ファーストにも近いしね、悩んだも許さないというような、まあそれから言うと田中だよ、田中も村松も生かすってなると、はい、村松がセカンド、田中がショートってなる、あで村松が例えばショートもできますよって言ったら、それは田中の体力を考えたら田中セカンド、はい、村松ショートっていう方がいいよね、まあ、実際にキャンプでも2人二遊間でダブルプレーなんかもありましたし、いや見事だな、やっぱね、はい、この2人ねスピード感があるわ、で二遊間で一番大切なのはやっぱスピード感ね、はい、まあ、右と左は別問題として村松は井端、はい、で田中は荒木、お荒井のようなタイプになってくるような感じがするよ、はい、楽しみでしょうがないね、そうですよね、うん、中日に久々にそのコンビが二遊間コンビか復活ってことになります、やっぱり、ね、二遊間で一番大事なのはスピード感が合うっていうこと、はい、で荒木と井端っていうのはスピード感合ってたしね、うん、片っぽが遅くて片っぽが速いっていうのはタイミングは取りづらかったりとかもするんだろうけども、はい、でもこの田中村松っていうのはやっぱスピード感合うね、そうですね、あの面白い二遊間にはなると思う、立浪監督も本当に脚力がものすごく使えると話しているので、あ、まあ、盗塁も田中の盗塁も見たけど、はい、早いね、早いというかスタートのタイミングだから間合いを取ることがうまい選手だね、そのスタートのその間合いっていうのは、だからピッチャーって必ず投げるじゃない、ホームに牽制、うん、ばっかりは投げないじゃん、はい、試合が止まっちゃうから、うん、ホームに投げる時の間合いだから、例えば1、2で必ず投げるとか、そういうのを瞬時にこう嗅ぎ取る力があるなっていう、うん、まあ、天才のものは持ってるなっていう、だから田中は面白いと思う、おで村松はやっぱバッティングの方だよな、バッティングはどうでしたか、小力があるだけに、はい、その小力が邪魔するかなっていう、やっぱ振りたがるというかさ、はい、飛ばしたがるというか、うん、そうじゃなくて岡林がもう徹したように、はい、ああいう風にやっていくと、まあ、率は取れるような選手にはなってくるかなと思う、ね、何番バッター向きなんですか村松選手っていうの、まあ2番とか、あ、まあ、2番は大島が入るだろうしさ、はい、もうそんなところは絶対入れないよねだから、まあ、まあどっちみち使うとしたら下位だよね、最初はそこから下位で慣れてみたいな感じ、うん、で田中はちょっとやっぱバッティングが非力だな、あそこはこれから、でも非力だからこそ、はい、その非力の打ち方ってあるわけよ、おだからそれを習得するという、はい、全く長打っていうのを考えないと思う田中、うん、だから村松よりは田中の方が邪念がないという、ああなるほどそういうことですね、そうそうそう、だからまあ田中やっぱ面白いな、ただまあ手術の影響から、そうですね、あの体力面のねちょっと心配があるけども、はい、これを克服したら、はい、素晴らしい内野手にはなると思う、ただやっぱりその元々の内野手でいるとなるとショートに土田選手が
いると、そうなってくるとやっぱ争いになってくる。もちろん争い。ただ土田選手もうかうかしていられない。土田の能力も高いからね。うん、だからそう簡単にあそこの壁を、はい、まあ、1,2 年間飯食ってるわけだから、それはなかなかっていうのはあるけども、やっぱスピードだとかいろんなこと考えるとやっぱ田中っていうのは魅力感じるね。あ、ドラフト6位かなんかだろ。でもすごいですよね、6位でこういった選手が。そうだな、はい、ただ村松もいいよやっぱり、うん、この2選手が今年一軍で活躍できる可能性っていうのはもちろんあるということですか。いやもうこの選手を使うためにポジションを上げたとか、はい、そういうことだから、うん、計画通りには行ってるのよ、うん、中日は。はい、そうですね、うん、ただ結果が伴うかどうかっていうのは、うん、今一生懸命鍛えながら、はい、その結果が伴うようにやってるキャンプだからさ、うん、これは秋から春に迎えたらよかったんだけど、ルーキーはそういうわけにいかないから、うん、この春でまたオープン戦でどういう風な野球を教えてどういう風な形を作ってくるかね、うん、だからまあ楽しみだよ。そうです。立浪監督もああいう選手って好きなこうタイプなんですか、ああいう脚力でだったりとか。田中選手、村松選手のタイプっていうのは。いや嫌いじゃないよね、自分もそうだったからさ、うん、だからよく気持ちも分かるだろうし、はい、まあ扱い方も分かってると思うけどね、うん、でも田中のあの俊敏性だとか、はい、細かく使えるフットワークだとか、そういうのはやっぱり魅力はあるよね、うん、じゃあそこは土田選手とショートどういう争いをしていくか楽しみですよね。かやっぱり土田ショートだなと思ったら、うん、田中と村松の競争になってくるしさ、で村松と土田っていうのは左バッターで、田中が右っていうのが渋いよね。貴重ですね。貴重だよ。ここら辺は貴重だよ。各ピッチャー、各球団、左ピッチャー必ずいるからさ。だからエース級がいるから、はい、そこからこう打っていって実力をつけていって自信もつけていけば、はい、それは田中っていうのは大チャンスだよ。これ仮に本当にこの二遊間が田中村松コンビになったとしたら、例えば 1,2 番は岡林大島コンビとかあるじゃないですか、そういうのって、うん、まあ、将来的には田中村松、村松田中みたいな、そんな感じになりかねないよね。そこで 1,2 番だったりとか、だからアライバーっていうね、はい、日本の球史に残る二遊間がいたけども、うん、はい、もうそれに匹敵するようなのを今荒木が一生懸命作ろうとしてるよね。楽しみですね。いや楽しみだと思うよ。だから荒木にもちょっとインタビューしたいみたいよな、キャンプ行って。あ、そう、豊さん行くけどなんか厳しいらしいんだよ中日。あ、そうなんですね、まあ、中日さん見てたらお願いしますよ本当にこれはやっぱ将来的にね、こう夢がある話だし、荒、うん、木にもちょっと聞いてみたいよね、田中と村松、うん、どんな風に見えてるのか、それも土田と絡めてね、はい、どう考えてるのか、うん、まあ、例えば監督にどう進言していくのか、はい、いや僕なんか言っても立浪監督が聞いてくれませんよって言うかもわかんないけど、まあ、そのぐらいやっぱ立浪も注目してるだろうし、はい、そうですね、うん、だからやっぱりね、即戦力に近いような選手がやっぱいるな、はい、いますね、やっぱね魅力的だわ、特徴持ってるもん今の選手って、はい、昔は三拍子三拍子ってさ、うん、言われてて三拍子無理やり揃えたような選手もいたけどこれ違うんじゃないのって思う選手もたくさんいたけど、はいはい、だからすごくやっぱこう特徴が秀でてるというかさ、うん、だからすごくなんか楽しみだな、まあ、アマチュアの時の鍛え方、はい、まあ、食事、うん、ウエイトトレーニング、まあ、そういうこともやっぱ昔とは全然違うからさ、やっぱ本当に即戦力に近いよね。そうですよね、うん、ドラゴンズ今年内野手争いも非常に楽しみですし、はいはい、サードというと石川選手がそこに入ってくるであろう、もう周平がいるじゃない、もう怒られるよ高橋周平選手は。じゃあどうだ、セカンドなのか。セカンドなんか入れるわけないじゃないのいや田中村松さんあの守備見てみろお前、それはサードでは高橋周平っていうのをうまいってされてるけど、はい、セカンド行ってよお前田中村松さん足元にも及ばない。そうダメですかよって言っちゃかわいそうかそう、田中監督よくサイドをやっぱ固めるのが石川選手っていうことは、やっぱサードがやっぱ石川選手が濃厚なのかな今のところ。いや分かんないよね、だから競争がいろんなところで起きてるよね、うん、起きてますね。打たないとレギュラーになれない、うん、中日の場合はね、はい、打ったやつがレギュラー取っていくという、うん、田中とか守備うまいし、はい、フットワーク使えるしみたいな言うけども、やっぱ村松の方が打てば最初は村松を使うよね、うん、で田中が守備固めっていうことになるかもわからないし、はい、
これがどうなっていくかね、本当に中日はあの夢があるというか、そうですね、まあ楽しみだよね。ですよね、うん、まあ、ここからねキャンプ中盤終盤というふうになって紅白戦オープン戦ってなっていきますけれども、はい、まあ、そういった中でこのルーキーの2選手がいやまあ注目してね、新聞でもちょこっと出るから、はい、ランダ数なんだとか、うん、だからもう守備はもう関係ない、盗塁関係ない、はい、とにかく打ったやつがレギュラーになっていく、じゃその率ですね、バッティングをさらに注目して、ね、はい、見ていきたいと思います。はい。